今週号にね、赤石さんの署名記事が載ってるので、今回はね、赤石さんに。はい、そうですね。あれ、ヤフトピに上がりましたよ、さっき。あ、本当ですか。ありがたいですね。都のヘリ8割キャンセルっていうタイトルで、ヤフトピに入ってましたけど。割と真面目な記事を書きました。かなりね、こう、硬派なスクープで、うん、すごい、しかも、杏林大学のね、理事長を激、怒りしてましたよね、なんか。激怒りしてましたね。はい。いや、いや、今回その、文春の記者さんも二人参加していただいて、はい。やっぱり皆さん頼りがいがあるなと思いましたね。なんかね、一緒にやって、若手の記者さんも撮ってきてくれて。久しぶりじゃないですか、こう、取材班で赤石さんがね、柿で足がついてっていうのはね。文春では、孫子ではありましたけど。いや、本当素晴らしいスクープだなと思いましたけど、改めてあの情報というか、こう、ああいうことになってるっていう端緒は、こう、赤石さん、いつ頃こう掴んで取材始めたんですか？5月ぐらいにそういう話があって、まあちょっといろいろやっぱり小池さん政策で中身ないよねっていう話あったじゃないですか。で、まあそういう中でなんかどういうのが中身ないのかなっていろいろ調べたら、実はこういうのが、まあドクターヘリから木彫りで始まったんだけど、中身がボロボロなんだというような話、そこからちょっといろいろ情報をまあ引きずり出してみた感じですかね。記事の書いてない市としては、先進国って大体もうどの都市でもドクターヘリって都市部で降りれるんですね。でも、ドクターヘリって多摩地区しか運用されてなくて、で、救急空白地帯っていうのが多摩以外に実はあるんじゃないかって結構あってですね、外国人とかがその事故が起きた時にヘリがないって多分起こるんですよ、めちゃくちゃ。一国一地域を表すので、そういう意味ではまだちょっと、この救急体制自体が再検証の、まあ、京都都内は、消防がカバーする。消防って大型ヘリしか持ってないですよね。そうすると飛んでこれない、降りれなくてということで、まあ、そういうなんか全体構造からまず話は始まってるんですね。まあその中でちょっとスキャンダラスなところとしては、そこの2つをまあ隠っていったっていうんですかね。そもそもこれ東京都23区にね、はい、ほとんどの人がいる中で、多摩地区でしかまずやってないっていうのを僕は個人的に驚きでしたね。東側の人はダメなんだなっていうね。一応まあ救急、まあ消防のエリアにはなるとなんですが、まあただ東京って結構ヘリポートたくさんあるじゃないですか。うん、インフラとしては実は使ったらそれはそれで早い可能性もあるのと、そう、まあ縄張りはそれでそういうのができてない。で結構ロンドンとか先進国はバンバンもう降りるんですよ。やっぱその方が早いんでね、圧倒的に。で、渋滞にも引っかからないですし、まあ、ちょっともう一回そういう都市的な救急医療を再構築するっていう考えがあってもいいんだけど、小池さんは、まあ、キーワードだけで導入するみたいなね、感じなんですね。だから小池さんらしい政策っちゃこう政策なんですけど、中身が伴ってないみたいなね。運行の委託を受けてるのがね、はい、これ平田学園っていう学校法人だと思うんですけど、はい、結構なんかこう見てると、そこにかなり大きな問題がありそうなね、感じがしますけど。いや、これもうここだけの話で、本当はあれを僕が抜くはずだったんですよ。整備不良がむちゃくちゃあるっていうのは。あ、そうなんですか。で、それを調べてたんですけど、で、最初、航空局に当てに行こうと思ったら、その場で改善命令が出て、なるほど。思っていた以上にやばかったという話なんですけど、もうちょっと軽い話でしか僕ら掴んでなくて、航空局はがっちり掴んでて、ただ、あれで完全に裏付けられたっていうのは大きかったですね。当局から中身がやばいってことが、ちょっとそこを掘ろうっていう最初はまあ話で動いてはいたんですけど。ジノさん、いかがですか、この赤石さんの渾身のスクープ。いや、すごい面白かったですよ。めちゃくちゃよく取材してるなと思って、本当。いや、なんかね、ほら、77% のキャンセル率だけど、埼玉県は 10% そこそことか書いてなかったっけ？そうですね。そうなんです。そうなんです。そうなんです。そのなんか異常性もよくわかるし、あらゆるところをこう渡って、で取材してる感がすごい出てて、いや、よかったですよ。ありがとうございます。週刊誌記事で疲れますね、やるとね。バツイでしたよ。毎週やってるなと、ね。やってたら、年じゃないの、ね、やっぱ久しぶりにね、年ですね。いやいや。若手の社員なんかもすごい人ですよ。23歳のね、そうですよね。聞いてくれたんですけど、見ましたよ。若すぎ30歳ぐらい、30歳ぐらいしたんですか。1年目の子ですよね。確か、今回足ついた。そうですね。アブンから来て。そうそうそう。新聞出身でね。彼優秀。で、もう一人は30歳の方も新聞出身で、でもその人でももう20ぐらい違うんで、ちょっと自分現役だと思ったけど、結構現役じゃねえんじゃないかと思いました。いやいや、年が離れすぎ。
あの二人からするともう大先生の下につくっていう感じで。いやいやいや、もう友達みたいな感じで打ち合わせしてるけど、こんな違うのかとか思ってビビりましたね。いやでもすごい、もう、取材も完璧や、はいはい、完璧にね、もうその理事長にまで最後当てて、バッチリコメントも引き出して。やっぱりもう編集部もそうですよ、入れていただいたんでありがとうございます。いやー、ほんと、さすがのスクープでございました。ありがとうございます。結構これ、ヤフトピになったから、かなり話題になるんじゃないかなと思いますよ。うん、あ、ね、でも、うん、ちょっと一回みんなに真剣に考えるべき話であるのかなと思いますよね。うん、やっぱり救急空白地帯って実は都心とかいろんなところにあるんですよね。うんうん、もうちょっと真剣に考えないといけなくて、80% キャンセルで良しとしてちゃダメなの。いやでも驚いたのは、あの補助金が入る仕組みが、つまり運んだ回数じゃなくて、飛んだ時間に比例してる。うんうん、ああ、これすごいよね。まあまあそうですね。そんなのありなのかなと思いましたよ。まあ、だからあれもね、ちょっとどう説明するかね、今後注目ですと、うん、入札はね、手を出してないって話なんで。ですよね。あと問題は、まあ、あの、書いたんですけど、業務停止命令がもし仮にその平田学園に出たら、関西でも独占に飛ばないし、関西は広域でやってるんで、東京でも飛ばなくなるわけです。うん。で、そんな、だからリスクを持ってその業者にしたっていう、どういう選定基準なんですかってことはあんまり問われる気がしますね。確かに。小池知事に、ね、まだまあ出馬すると明言してないですけど、結構。してないですけど、まあ、最後にこれぐらいね、ちゃんと、ね、ちゃんとしてってほしいですよね。いや、本当に。やっぱり東京は一つのね、そういう医療体制のね、模範を見せるべきではあるわけじゃないですか。うん。潤沢の予算もあるわけですよね。そうですよね。ぜひ、検討してもらいたいですね。